はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第58回でございます。で、今回緊急の回です。アップしてるの金曜だよね、今日ね。金曜なんで、まあ本編の日曜のやつはまた ちゃんと撮るんで、それ59回でやるんですけど、今回ちょっと緊急でお伝えしたいことがあるので、そのために撮りました。テーマはきなこについてです。はい、これをね、見た瞬間にピンとくる方も多いと思います。ツイッターの方ではね、話をしましたので、きなこって聞いて、何って思われる方も多いと思います。知ってる方もね、いてくれると思うんだけど、きなこっていうハムスターを俺は飼ってるんですね。で、動画も何本か上がってるんですよ。ちょっとアホなきなこの生活があるので、今回ね、この動画の下にリンク貼っておきますんで、もしよかったら見てください。親バカな感じですけど飼い主バカな感じですけど、可愛い姿がありますんで、もしよかったら見てください。で、そのきなこを飼ってたんですけど、11月の9日日曜日ですね、天国の方に旅立ちました。はいツイッターではね、言いましたけど、たくさんの方から励ましというかね、いろんなことをいただき、温かいね、言葉をいただいて本当にありがとうございました。先に言っておくとですね、これテイク2なんです。テイク3なんですよ、このダラダラジオ。喋れなくなっちゃって途中 で多分ですね、またまあ多分泣いてしまうかもしれないんですけど、一応動画を見てくださってる、きなこの動画もね、たくさん見ていただいてるので、皆さんにちゃんとね、こうツイッターと、あとここで自分の口でお伝えできたらと思って、今回撮らせていただいています。そう、11月9日ね、旅だったんです。で、2年半かな、うちに来てから2年半ぐらいなんで、まあ実質もうちょっとだと思うんですけど、で、きなこはジャンガリアンハムスターっていう種類なので、まあ寿命が2年から3年と言われてるので、もう、老衰というか、本当にね、しっかり生きておじいちゃんになって、で、最後はいつも自分が寝てるところで、こう眠るように旅立つことができました。病気にもならずにね、本当に元気でいてくれました。そうなんです。で、まあ、何喋ろうかっつうと、思い出に浸るとね、もうすでにちょっと危ない感じなんで、あれなんですけど、まあ、なんすかね、ひとまずはそう、こう、まあ、旅立ったんだよっていうことをみんなに伝えられたらなと思ったんで、それだけでなんですけど、ただ、まあ、こう動物の、実はね、きなこ、うちハムスター2代目なんですよ、きなこって。多分ね、初代のハムスターのことを知ってる方ってあんまりいないと思うんですけど、初代がね、チョコなんです。チョコっていう。YouTube の、このとある男が授業をしてみたっていう画面っていうか、ハムスター載ってると思うんですよ、俺のアイコンって。それね、チョコなんです、初代の。で、とある男がゲームをしてみたのサブチャンネルの方の、トップ画というか、アイコンが、きなこなんです、うちは。そう。で、初代のチョコはですね、まあ女の子だったんですけど、きなこ男の子でね、で、チョコは女の子やったんですけど、飼って、多分ね、数週間後にもう病気になってしまって、で、実質3ヶ月ぐらいの寿命だったんだよ。最後は、もう病気がもう治らないって言われて、お医者さんとすごい話し合って、最後はもう安楽死をさせてしまったんだけど、あと1日か2日しか持たないっていう話だったんで、もう苦しませんのも嫌やなって思ってね。まあそれがね、その安楽死も正しかったかどうかも未だにわからないし、まあ今でも考えることありますけど。で、その時もね、もう大変なぐらい泣いたの。本当に。なんか短い人生しか送らせてやれなかったからね。まあ病気になったんも、病院先生は生まれつきだったろうと言ってくれたけど、まあ自分らが悪いんじゃねえかなとかさ、いろいろ思って。で、チョコがいなくなったことにすごい打ちひしがれてて、当時めっちゃへこんでたんですけど、でいろんな方とか、まあ、知人とかに、ハムスターとか、まあ、動物はそうだけど、絶対に次をすぐ飼った方がいいって言われててね、最初ね、いや無理だわみたいな感じで思ってたの。すごいね、反対してたの、それに。でも、まあ、いろいろあって、きなこを飼うことにして、飼ってね、そしたら本当にそのいろんな方が言ってくれたように、愛情をチョコに注いでた分をきなこに注げるようになるから、気持ちが切り替えられる。それはチョコを忘れるとかいうことではなくって、いい意味できなこに引き継げるっていう感じで、まあ、すごいいろいろ遊んだりね、してきたわけですよ。で、まあ
今回はね、2年半元気で生きてくれて、で、まあ11月9日に旅立ったという感じでございます。動物の死に目に遭うのは俺これ人生で3度目で、チョコときなこと、あとは昔ね、小学校の時から大学生の時までに犬を飼ってて、実家でレオっていう犬を飼ってたんだけど、そのレオの死に目もね見て、まあそのレオのもね、すごいね、いろいろあったんですよ。そう、自分的にはすごいドラマ的なドラマチックって悪いなね、レオは死んじゃった話だからあれだけど、でもそれもめっちゃ泣いてねそうそう、でやっぱり小学校の時から飼ってるとあれだよね、散歩をサボったりさ、めんどくさいなってなったりとかしてて、あんまりこう世話を今振り返るとしてなかったなっていうのがあって、でレオが死んでしまった時にめちゃくちゃ反省したっていうか、もうそうな、反省したんだよね。だから今後飼う動物を飼うこと、今ねちょっとね大人になってから犬アレルギーと猫アレルギーになってしまったんで、もうワンちゃんと猫ちゃん飼えないんですけど、でも、まあ、飼うことがあれば絶対世話しようって思って、でチョコときなことね、今2台やってきました。で本当きなこについてはもう言葉ではね言い尽くせないぐらい思い出があるんで後悔は本当何もない、本当に愛情をしっかり注いだというかまあ自分が幸せだったらね、癒されてただけなんだけど、きなこにでもそういう風に世話ができたんで、まあ良かったかなとは思ってますけど、でまあいろいろそうね、だらだら話しましたけど、そういうこともあって、3代目のハムちゃんを飼うことにしました。まだ飼ってないんだけど、うん、今度見に行って3代目をお迎えしようと思います。でもちろんね、なんだ、いろいろ見てきて、で飼ってからもちろん名前を決めるからまだわかんないですけど、飼ったら、まあ、ツイッター動画でちょっとね実写で見せるのはあれなと思うんですけど、まあツイッターとかで画像上げるか、まあ動画撮るかわかんないですけどね、お披露目はしようと思いますので、またねぜひその3代目の新しい子もよろしくお願いします。であと最後に、ごめんね、耐えるのに必死で今、最後にですね、本当にきなこに対してたくさんの温かいコメントをね今までもらったんですよ。そうもらって本当にありがとうございました。飼い主としてすごく幸せでした。皆さんにそういう温かい目で見てもらえたことがね、うんやっと今日は11月14日やから5日か、やっと切り替えられた気がします。うん、おかしいな、さっきねダラダラジオ撮った時はねもっと喋ってたんだけど、いろいろ多分その時泣きすぎて忘れたなきっと、あともう一回喋ったからっていうのもあるんだろうけど、ひとまずみんなにそのありがとうっていう気持ちと、きなこが旅立ったっていうことをお伝えしたく、今回のダラダラジオを撮らせていただきました。ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言いましたけど、次回というか本編の日曜のやつは相談の回です。今週ですね、まあ、相談についてっていうダラダラジオを撮った影響がすごいあると思うんですけど、びっくりする数の相談いただきました。本当にありがとうございました。それをね全部は無理、かなり無理なので、いくつか抜粋してそれに答えようと思いますので、もしよかったらそっちの方も聞いてください。では今回のダラダラジオはこれで終わりにします。以上です。ありがとうございました。